どうも、ラビットラの渡部です。はい、松本です。はい、本日もよろしくお願いします。はい、ゴールデンウィーク終了。はい、ということで今ゴールデンウィークが終了いたしました。あ、渡部さんの号令によって、はいはい、終了いたしました。終了しました。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ありがとうございました。まあ、我々には関係ないことですけども、はい、まあ、でもね、うん、外食すんのがちょっと難しかったよね、ゴールデンウィーク。なんか、いや、それこそ行きたいところがもう全部並んでるから。例えば何系？まあまあ、ラーメンとかね。そうか、有名なとことかやったら。そうか、そうそう、まあ、でもさ、それさ、並ばへんの、食べたいのに。そこはね、そこは嫌ない、並ばんでいいはずの行列が一番ちょっとあれかな。あ、なるほど、うん、普段やったら普段並ぶはずじゃない。初めて行ったとことかじゃなくて、うん、何回も行ってて、うん、でそこの時は並んでないところでっていうことか。そう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 、それちょっとだるいな。もう無駄な時間であったり。だから好きな店やねんな。そんなだからめちゃくちゃ毎日並んでるような超有名人気とかではなくて、ではなくて絶妙にこう時間帯によっては全然スッと入れるようなところにスッと行かれへん時はもう諦めますね。それはだるいな。こないだあったわ、俺も。あった、サイゼで。サイゼ、このゴールデンサイゼな、うん、めっちゃええことに気づいてさ、もう晩飯なんでもええわと思う、うん、わけやん、うん、どうしようみたいな。俺週1回金龍ラーメン行ってんの気づいてさ、これ言ったら鍋さんに怒られるわと思って。ね、それは本当にね、いや、いいよ別に、全然全然そう、全然うまいし、全然うまい、うまいとは思うよ。みんな外国人、店員さんも客も思うけどもっていうところかな。そうやねんな、うん、でな、マジどうしようみたいな、そのルーティーンがさ、うん、もうラーメン食うか、うん、その近所の王将、大黒町の方の王将行くか、はい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 、なんかスシロー行くか、はいはいはい、ほんで弥生軒、あ、弥生軒が一番多いのよ。まあ、間違いないし、レパートリー多いし、そう、ほんで野菜もちゃんと取れるやん、はいはいはい、はい、野菜炒めとか、うん、あとなんかその揚げ物頼んでもさ、うん、キャベツついてるとかな、うん、あるやん、そんなんでなんか味噌汁飲めるしとか、はい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 、いろいろあるやんか、もう決まってくんねん、もう飯こう難波行くとこなんて一人で行くってなったらな。ほんでな、ちょっと前にな、うん、サイゼ行こうかなと思って。サイゼってあんまもう行ってないのよ、俺も行ってなくて、選択肢の中にはなかったって、うん、タバコ吸われへんようになった時点で、うん、ネタ合わせで行かんくなったやん。まあ、なんか昔さ、そうか、そのユニットライブとかやってた時さ、うん、サイゼ集まってたやん、ドリンクバーあるしさ、喫煙もできたし、そうそうそう、ほんで喫煙できんくなって、んでファミレスでネタ合わせすることが俺らもないやん、絶対喫茶店やん。まあそうやな、そうそう、だから行くことなくて、うん、あんまご飯を食べてなかったんけど、サイゼ行こうと思って、うん、ほんまにもう何週間か前から行き出したんよほんならな、うん、そのスパゲッティとかピザとかいろいろあってさ、うん、今そのスパゲッティ大盛りないの知ってる？あ、そうな、ダブルサイズ、ダブルサイズなくなってんの。ないねんや、ないねん、ないねん。で俺ペペロンチーノ好きやから、うん、普通のペペロンチーノあ300円やねん。安いね、あれ安ない、安いね。ほんでドリア300円やねんか、安いね、ミラノ風ドリアの、うん、ほんでピザ、はいはい、400円やねん、安いね。これ頼んでな、うん、1000円直帰しやねん。あー、食いしん坊やね、めっちゃ良くないめっちゃ食べれるし、1000円でスパゲッティとドリアとピザ食えんの腹減ってる時でな、俺ドリンクバーなし、ドリンクバーもいらん、もうジュース、もうその1000円払いやすいねそうか。でも
パスタだけとか、うん、もちろんパスタだけやったら全然足りひんわ。あ、少ないね、量少ななってるってこと。多分減ってはいるんちゃうかな。あ、もうほんで飯食ってない、その日一食目の、うん、もう腹ペコの時は、うん、その俺のサイゼの満腹セット頼むわけよ。はいはいはい、そのスパゲッティと、勝手に満腹セットって言ってるやんスパゲッティと、あのドリアと、ドリアとピザ、ピザで、最初は俺ドリンクバーも行ったのよ。おうおう、いらんなと思って、ジュースそんな何杯も飲まへんわと思って、長時間おらんし、おうおう、やったらいらんわ、この200円、180円、うん、いらんなと思って、それやったら1000円直帰しになる計算で、はいはいはい、その満腹セット美味しいし、それでええわと思って、ルーティーンの中にサイゼが加わったんよ。あ、そうか。ほんで、まあ、ありやな、うん、ほんでこないだサイゼなんか並ばんのよ、うん、意外と、うん、時間帯によっちゃな、難波でも意外広いから店が、そう、基本的に並ばへん、並ばへん。こないださ、ゴールデンウィーク中にさ、うん、満腹セットだと思って行って行ったらさ、うん、あのアムザン中のサイゼ、はい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 、爆裂に並んでて、すごいな。あのやっぱその若い子らも遊びに来てるし、学生の子らとか安いから行くやん、高校生とか大学生とかも行くやん、うん、で観光客みたいなもんね、やっぱ、うん、その外国人もやっぱ来てんのよ。食うなよ日本に来て、サイゼいいけど。いや、ええー、って思うね、何してんねんみたいな、イタリア人みたいなのが並んでたからなでも外国の人からしたら、うん、あのクオリティで、うん、あの値段はえぐいやん、やっぱ。ああ、まあそうやな、やっぱえぐい。そのマクドだってさ、うん、アメリカとかそのスイスとか、うんうん、なんかカナダとか、うん、その辺とかだったらセットで2000円ぐらいするわけやん。ああ、まあね、1500円とか。まあそうか、ってなったら日本ってうまくて安いみたいな、そりゃ行きたいわな。まあそうか、そうなるわな。ほんで俺諦めてさ、その時、うん、もうあれへんかなってなって、うん、もう結局金龍その日金龍もパンパンやからね。金龍もパンパンか。たまたま一席だけ空いてん。あー、もう金龍でええわって。15番とかいうところナンバー15ちょっと語気強めの。そうそう、え、なんかちょっと優しかった、その時は。うん、よろしくお客様なんていうか分かれへん、何番か分かれへんだから常に厨房見とかなあかんねん俺の方は見て言うから番号は聞き取られへんねんけど俺に言ってるから、まあ、俺なんやみたいな、まあ、日本人同士やったらね、そうそう、分かんねんけど、そこら辺は通じるけど。今金龍ラーメン店員さんほぼなんか東南アジア系の人やから。ああそうなんや。そうそう、あ、海外の人多いな。へえ。いや、それは思った、その並ばなあかん問題。そうだから、そこまでして食べるもん、食べ、まあ、まあそれは全部美味しいねんけど、うん、ちょっと時間が、わかるわかるわかる、もったいないかな、うん、俺も最前の時、きつなったもん、うん、すごいやっぱりぐるぐる回っちゃったというか、もうここもあかんここもあかんってなるやんな。そう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 。ほんでなんかシャーなしで入ってまいへん。シャーなしで入んねんけども、やっぱりちょっと悔しいから、うん、自分ではあんまり作らへんというか、進んで作るようなもんじゃないやつを選ぼうかなっていう。そ、なちなみに、うん、どこ行こうとしたの？その諦めたとこ。諦めたところはやっぱりこうつけ麺屋さん。あ、うん、でダメでした。ダメだ、つけ麺屋さんがダメでした、うん、でトンテキ屋さん、あ、行こうとしたけどダメ。それ距離離れてんの？距離離れてる何分ぐらいなんかな、それ待つ時間。待つ時間はね、でも15分ぐらい待つんか。15分20分ぐらい。いや、我慢せえって言われたら我慢できるけど、15分マックスやな。でもな、うん、20分ってなったらきついよな。そうやね、だから早めに食いたいしな、腹減ってるからな。で、まあゴールデンウィークっていうこともあってで、その休んでるお店もあるし、いやー、個人経営系はな、そう、書き入れ時やろ商売ってないな何ちゃんとサラリーマンみたいなことしてんの、客商売やの
結局4軒5軒ぐらい回って、トンテキ屋さん回ってダメ、うん、で次なんつけ麺屋さん、またつけ麺屋さんでラーメン屋さん行って、うん、トンテキなんなんそんだけ麺行きたいのに。いや、トンテキもう悩んでたんや。悩んでて、そうちょうどその中間地点で、はい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 、そうそうやってんけども、そこももう激ゴミやったから、でラーメン行って無理 で、うん、で違うラーメン屋も無理で、無理でどうするの。もう4つない、俺も積んでんで、な俺が鍋さんやったら行く場所でもマクドとかになっちゃう。そう、なんか食べたいなと思って、まあ結局リンガーハット行きましたけど。ああ、うん、久しぶりやし、そういいか、うまいし、そうそうそう久しぶりやし、そうっていうのでな、ほんまにな、皿うどんは食べんねんか、作ることはようあんねんけど、うん、あのリンガーハットってあのタレ2種類用意してくれんねんか、皿 皿うどんで、そう、それを目当てに行ったかなっていう。まだなんか許せるな、これでマクドとかならへんやん、鍋さんって。マクドにはならない、ね、絶対ならへんやん、ならへん、ね、俺はなやっぱりグルメじゃない分、うん、なっちゃうのよ、うん、いや手っ取り早くていいと思う、ね、松屋とかにはな、ね、なれへんやん、なれへんね、せっかくやったらリンガーハットになるわな、わかる、その感覚わかるわかるわかる。まあそういうところですかね。そうやな、ちょっともうじゃあもう平和が訪れるんで、そうちょっとたらふくつけ麺行ってください。来週からは、来週からはちょっと、はい、俺今日サイズ行くわ。何セット、え、マンプセット知らんぞマンプセット、マジ1000円直帰だから、バリ金払いやすい。いや、これはほんまにいいと思う、お得やし大学生ということで、今日はここまででございます、はい、またお会いしましょう、さよなら、ありがとうございました。